最後に伝えます。私はあの3月11日の翌日被災地に向かいました。そして福島の対策本部に行った時に、最初に出てこられた議会議長さんが私たちに開口一番言ったのは、これまで共産党の皆さんに指摘されていた通りのことになってしまいました。そう言って頭を下げたんです。議会のたびに原発の問題を取り上げて、対策は取れてるのかと、大丈夫なのかと質問されながら、これを受け止めてきなこなかった。もっと早くに耳を傾けて早い段階で対策を取っていたら、あの原発事故は防げたかもしれないと、その反省の声を今も言っておられます。どんな時にも言うべきことは言い続ける、こういう党の役割の大事さを私は痛感しました。そして仙台へ、そして三陸、あの津波の被害、現地に行って地元の私たちの共産党の議員の方々が本当に生きているのか亡くなってしまったのかもわからなかった、そういう時に自ら被災しながらも懸命に被災者救援に働く姿がありました。泥だらけになって頑張っている、そういう姿が本当に胸を打ちます。私はやはりいざという時には身をもって頑張るこの日本共産党の姿、国民の苦難あるところに日本共産党ありと、こうやって常日頃から地域住民の皆さんと力を合わせて政治を動かす、こういう党の姿こそ本当に党の原点だと思いました。そしてこの頑張りに恥ずかしくない国会活動をしなければならない、そう思って今日まで取り組んでまいりました。皆さん、こういう党をぜひ伸ばしてください。地域で多くの人たちと力を合わせて、身近な要求から大きな要求まで絶対に諦めることがない、いつでも署名を集めたり運動を行って一つ一つ前進を切り開いていく、こういう日本共産党が大きくなってこそ間違いなく政治を変える力になります。あと残すところ3日間となりました。何としても勝たせてください。比例代表選挙では5議席全部と私たち全力を挙げています。率直に申し上げます。5人目にまだ届いておりません。残る3日間の頑張りにかかっています。どうか最後の最後まで日本共産党の支持を広げてください。埼玉選挙区、大変激しい戦いとなっています。伊藤岳さん猛追しています。どうか選挙区でも伊藤岳と最後までご支持を広げてくださって、必ず勝たせてください。そのことを心からお願いいたしまして、私上智子の訴えといたします。ありがとうございました。ただいまの力強い訴えは、日本共産党の参議院比例候補、上智子候補でした。全国のお知り合いに共産党へのご支持を広げてくださいから、お騒がせいたしました。ご清聴ご協力ありがとうございました。白熊育ちの皆さんに申します。大激戦、大接戦となっております。日本共産党は消費税増税に総合をかけ、原発を国にゼロにしてまいります。あなたの大切な一票、何としても日本